はい、聞こえてますでしょうか。今、音がモノラルになる原因を突き止めたので、パーツを交換しています。少々お待ちください。
はい。
ャスト。出てる。マイク出てるのかな。こんばんは。おテスト。あ、出てます。こちらです。こんばんは。あ、出てない。青です。青です。青の音が。青じゃなくて、あ、出てるです。こんばんは。レイトなし対戦会、初対戦会です。そろそろ大会のエントリーをよろしくお願いします。はい、100円です。こちら今日バイソン使っていいんですかね。グリッチ、大会に参加される方、エントリーお願いします。あ、そうちょっと喋ってね、一応喋らないといけない。誰かよかったらマイクお願いいたします。誰か聞いてくれてる。今日マイクが3本あるらしいですよ。ここにこちらに。あ、審判のセロテープさん審判のセロ様。あ、じゃあ、あ、ちょっとなんか喋っていただいて。ちょっとマイクテスト参加してもらえませんか。こんばんはくらいで。じゃあほぼ闘魂さん、こんばんは。ちょっとね、音は出てる。ほぼ闘魂さんの声どうでしょう。どうぞちょっともう一回喋ってもらって。こんばんは、ほぼ闘魂さん、マイクテストお願いします。あ、なんかね、映像の中では入ってるらしく、ちょっと、あ、マイクオールオッケーらしいです。おお、3人いて、すごい読めるんですね。ちょっとね、どうぞ、なんか喋ってていいらしいです。いいらしいですってちょっと不安そうに言っちゃう。
今のところ参加者は私、山本さん、カーシムさん、ノブさん、あ、キョウさん、タストシさん、ゴーさん、セロテープさん、ユリッチさん、グッチさん、セブンティーハッピーニューイヤー、ウェルカムトゥーフライデーナイトデイトナーは、どうもどうも、スパツ X 対戦会金曜日20時から今、埼玉県新座市のデイトナシティ、こちらの方の、ゲームセンターで行っています。でもうすぐ21時からミニの大会四季の細道、こちらの方の大会が始まります。この大会は参加費は券で、ストーツプレイヤー、あとは初心者の方誰でも大歓迎の、参加のイベントになってまして、1人2キャラ選ぶ形になってます。で1キャラずつ、1周目2周目とやって、勝ち抜いた人しか決勝でやるという形です。今日の、参加する人は、ネロさん、ホンダガイル、山本さん、ユーチューブ、川島さん、ジャンル DJ、ノブさん、ケント、ジャンル、ショウさん、ケント、ケン、タツトシ、キャミーとリュウ、ゴーさん、ケント、ケン、セロテープさん、バルログ、ジャンギ、ユリさんが、フェイロン、チーズ、グッチさんが、バルシムト、ホーク、レニアさんが、ベガト、ケン、高橋名人という何かすごいのがあります。前に
去年連射力で準優勝となってますね、ホンダと S ホーク、破天荒さん優遇となってます。まだ参加者が、来るかもしれないので、どうぞご期待ください。こちらの、レイトラッシュスパス X 対戦会の式のおそむちですね、こちらの方対戦会自体は2016年去年の6月10日から対戦会が開催してまして、非常に初心者の大歓迎でわちゃわちゃやってまして、で、9月16日からですね、21時頃から対戦会のあとのミニの大会宿の細道という大会でやっております。9月16日から始まって、9月16日、トモザさんのベガ、23日、マイヤーさんのホンダ、30日、トモザさんのベガ、で10月に入って、10月7日のユーベガさんのベガ、14日に川島さんのガルシブ、21日に同じく川島さんのガルシブ、で28日にグチさんのリュート、で11月に入って、11月4日、ミニアさんのホンダさん、で11日、松尾さんの剣、18日、ユリチさんのバイソン、で25日、グチさんのバイソンと、で12月に2日でユリチさんのバイソンで、16日、オメチョさんのベガと、出まして、で12月16日前の9日ですね、フォックス大会ですね、大きい大会が大山ニュースでございます。こちらの前夜祭とかで 3-on-3 大会やったりとか、で12月30日ですね、最後の対戦会で大会をやってまして、で、今日、2017年最初の、なんと13日の金曜日という今日は何人かが登場しながらですね、ものすごいことが起きるんじゃないですかね。13日の金曜日というそうですね、マイクどうですか、聞こえてるんですかね、コメントが、もし聞こえてたら OK OK って書いていただければ、Excuse me って言ってたんですけど、どうですかね、山本さん的にはこのデイトラスキルこの大会やって何か変わったことありますかね、なんか自分プレイヤースキルとしていろいろといろんなキャラと対戦できるようになりましたね。やっぱりこの対戦会やる、まあ、他にもいろんなお店とかって対戦会でいろんなプレイヤーと知り合って、それぞれの毎回の新鮮っていうのがありますよね。はい、いろんなプレイヤーさん来ていただいてるんで、戦ったことないキャラ使ってくれてる人がいっぱいいて、そういう意味では楽しいですね。そうですね、やっぱりすごいですよね、毎週こうやって定期的に大会がこうやって開かれていて、対戦会やってると環境が素晴らしいですよね。形状から扱わなきゃいけないということですね。山本さんは今日は竜と春里ということで、ね、はい、熱いですね、楽しみですね。今日のこの何と言えばいいんでしょうね、この埼玉県新座市の四季駅に降りてからですね、南口降りて右側に行けば地下にこのデイトナ式というゲームセンターありますのでですね、ぜひお近くにお乗りの際にですね、お越しいただければと思いますね、東武東上線は乗ってて楽しいんですよね、駅のその池袋駅から乗って電車の中にいろんなアニメのポスターとかもう、ね、で帰りも終電が終わる間際にいろんな毎回違う電車があったりとか、椅子がこの縦に並んでる人とか特急電車っぽい電車とかってなかなか JR にはぜひ、ここでロードさんが出場ということで、これで14人ですね。何でしたっけ、ホームドア化されてないんですよね。言われてみればそうですよね。これ思い切り入れる、
この配信見てる方ですね。今日なんかあれですね、ツイッター見てたら任天堂の新しいハードで、あ、スイッチ、ウルトラストリートファイター2でしたっけってタイトルで、お、すごいですね、発売が決定したみたい。ウルトラストリートファイター2、ということはこれも続編的な、なんかそうですね、スト2の最新作、あ、いいですね、いいですね、みたいなんですけど、ね、その発表の期待ですね、期待です ね、 ね、逆にこれで X のプレイヤーがまたもっと増えるか、そうですね、増える可能性がありますね、あ、どうぞ、エントリーじゃあ締め切りします、エントリー締め切りです、大丈夫ですね、私も見た感じ大丈夫だと思います、はい、はいはいはい、じゃあエントリーが15人ですね、15人ということで、終わりまして、ね、ウルトラストリートファイター2がこうやって出るってことは、やっぱりアーケードスティックは絶対出ますね。ってことは、出ないと死にますね。ね、切り替え式のあのスイッチで、ハードにコマンドを出すのかなとか一瞬、想像しちゃいましたね。あ、ペコさん来たね。ペコさんが、あとエントリーすれば16人だね。うん。うん、こちらに。埼玉県新座市の、デイトナ式から、実況生中継で、お送りしています、なんか喋ってくれということで、今呼ぶってんですけど、で今まもなくペコさんがエントリーして、16人 でこれから、順番を決めまして、もうすぐ大会が始まります。私ごとですが、今日やっててキャミーがすげー面白いんじゃないかということで、いきなりわけもわからないままキャミーでエントリーしちゃいましたけど、さっきノブさんの件にボコボコにされまして、もう引退の予感がするんですよね、あ、でもね、どうぞキャミーも見ながら、フーリガンの練習しかしてないもう今さっきやったらこんなに龍拳相手がきついのかっていうね、厳しい状況になりましたね。でもね、非常に違うキャラ使うっていうのは新鮮で面白いですね、で13日の金曜日といえば言うまでもなく、映画とかジェイソンとか有名ですけど、俺はあの手の映画が全然ダメでですね、もうやっぱボートに最後にいきなりジェイソンが出てきたシーンがトラウマになっちゃって、もうあれでもうダメですね、もうね、もうホラー映画がまあ嫌いではないんで、他に見るのはあるんじゃないですけどね、結構子供心には結構さすが恐怖破天荒さんの量と高橋名人の音楽でも、この高橋名人なんかお茶丸さんっていう名前がなんかあるらしいですけど、このあれですよね、でもこの高橋名人と呼ばれるその部分で、その連射力と、ホンダの連射力と突然の突進がですね、実はすごい恐怖なんですよね、理にかなってる、理にかなってるんですよね。だから初心者にホンダっていうのは実は非常にこれはいい、もう、ホンダはもう適当に張り手をする、そしてドスコイをする、もうそれだけでもういいというね。そうですね、攻撃力はバイソン並みに、バイソン並みですね、もう、もう自分も昔バイソン相手にホンダでやってたから適当に張り手だけやってたんで、なんか勝ってしまったことがあって、あれバイソン本当に楽だったのかな、ホンダやるととかいうぐらいで、ただちょっとホンダはね、機動力がちょっとやっぱり足がね、ないんで、でためキャラっていうのはちょっと厳しいところもありますよね。そうですね、
かな、今の若い人からすると、このホンダのこの張り手をしてボタンを連射するっていう感覚はどうなんですかね。スマホ世代からすると結構そういうのってやっぱりなかなかないんですかね。うん、コンボを決めるっていう部分でのペチペチ押しっていうのはありますけど、ボタンを超連射するっていう部分ではなかなかもしかしたら新鮮かもしれませんね。そうですね。今日はじゃあ改めまして16人ですね。あのトイレの芳香剤みたいな名前の方が来られましたんで、芳香剤みたいな。まだね、ちょっとマイクでいろいろ喋ってますが、お見苦しい点がございましたら、お許しください。ちょっと適当に喋っていいということなんで。ただこのデイトナー式はかなり広いフロアで、このスパツ X の対戦環境も非常に落ち着いてプレイができるんですよね。あと音ゲーが各種いっぱいあって、ジュビート、ポップミュージック、パカパカバージョン、ビーマニ2で、クイズ、マジックアカデミー、マージョンファイトクラブとかで、A ネットライト、今度は、熱主課題で、あと虫姫様2人と、ドドンパチ大王城ブラックレーベルとかありますんで、ね、でぜひ、ね、お近くの際、萌えの湯さんにも見てお越しください。なかなか、なんでしょうね、この落ち着いてゲームが集中してプレイできるという部分では非常にありがたいゲームセンターですので、ね、で、もう近くに四季駅ということで、ね、非常にうまい店もありますし、ぜひお越しください。3 people can talk with a mic from today とゲームデートラスとかやってますか。海外の方からどう見られてるのかな、っていうのは、ね、しかしこのまったり空間やばいっすね、すごいっすね。僕は楽しいですね。殺伐としてないですよね。殺伐としてないとこですよね。だってゲーセンに来てこういう風にできるっていう状況がすごいなと正直思いますね。そうですね。こうぜひね、こちらのですね、デートナー式、池袋駅から東武東上線で四季駅を降りまして、改札口が1個だけなんですよね。で、左側の方を降りて、南口ですね。南口階段を降りて、右側まっすぐ行って、細い路地入ればゲームデートナーという、その看板がありますんで、で、そこの地下に、から今、実況生中継で今やってますんで、ぜひぜひお越しください。こちらの今日スーパーストリートファイター 2X が、50円2プレイで、行っております。でもうすぐ、ミニの大会四季の遅道もやってます。であとは大きなゲスレイ大会ですね、1月29日日曜日、20時30分から行います。こちらの方も、ぜひお越しいただければと思います。今高橋名人の S ホークですかね、破天荒さんのペシペシ、この四季の細道の大会ですね、大体毎回そうですね15人以上、大会参加してて、非常に盛り上がって決勝戦も非常に熱い大会ですので、ぜひご注目いただければと思います。やっぱり1人2キャラっていう部分で、
いろんな方がいて、一つのキャラで2回戦う人で、違うキャラクターでやる人とか、さまざまなバリエーションの対戦が見れて、一つ知らない方でも非常に楽しい対戦が見れると思います。でこれをきっかけにですね、ね、一つ遊べばもっと楽しいと思いますよ。こちらの方ぜひ、ご期待ください。一人でずっと喋ってということなんですが、何で喋ればいいんですかね。困りましたね。ああ、勝利です。いやー、でも自分も正直スパツ X の知識とか全然ダメで、素人で下手なんで、ちょっとあれなんですけど、でも四季のこの対戦会ですね。で、2016年の6月から始まって対戦会参加するようになって、かなりなんて言えばいいんでしょうね、対戦の面白さがやっと分かってきたっていうのもあれですけど、格闘ゲームでやっぱりその対戦操作することの複雑さに最初楽しくなってて、どう考えればいいのか最初は多分みんな分かんないと思うんですよね。で俺も正直全然分かんなくて、まあ、同じことずっとやっちゃったりとかするんですけど、なんて言えばいいんでしょうね。ある日こう対戦してて、まあこれ当たり前といえば当たり前なんですけど、その結局相手がその出しているその 空気って言えばいいんですかね、その一つの技のモーションの出し方とか、このタイミングで例えばハードをソニック出すけど、でもそれを読んで相手が他の技を出して返すっていうところのじゃんけんポンのグーチョキパーから始まって、でその次にやるのが多分そのグーとチョキとパーを出すそのタイミングの微妙タイミングのズレっていうのがあって、でもそれは人間の癖で多分そのみんなそれぞれ同じで、それを読むっていうのがすごい大変で、その上に知識とか経験とかなって、お俺とかもめちゃくちゃ負けちゃうっていうのもあれですけど、あーそうですね、こういう瞬間ですね、このソニック今やる瞬間に今破天荒さんシンクワードやりましたけど、この空気ですね、このパッてやるこの空気でシンクワード出すっていうのはこの人間の本能みたいなものであれですよね。である日そのこの相手の空気を壊すっていうのをちょっと意識すれば、何か変わるんじゃないかと思って、で相手の空気っていうのはじゃあ何だろうっていう部分で考えていったら、ちょっとだけ対戦が考えられるようになったのかなとは思いましたけど、でもこんなこと言いながら俺も結構ねワンピーカーで大竜巻すごい出してしまう癖があるとかね、めちゃくちゃなんですよね。そうこういうのはこうやって取るとさあスミクラスっていう風に、最初はゲームだからみんなその操作するすごい楽しみがあると思うんですよね。その上で自由にこの対戦するっていう部分でやって、もうどうしても勝てない人がいるっていう部分が出てきた時にどうするかっていうのは、これはもう本当苦しいんですよね。もう本当にね、ルッキルッキするちゃう時はもうね、エースを狙いじゃないですけど、泣きたい時はコートで泣けという確かね、泣きたい時はゲーセンで泣けと言わんばかりのこのね、もうね、もう本当に泣きたくなるようなんですよ。でもその上でじゃあどうやって勝てるかっていうのは本当ね考えてわからないというか、ただそのね、元ヤクルト阪神監督の野村克也でいいんですけど、あの監督が勝ちに不思議の勝ちありですとか、負けに不思議の負けなしとか、なんかそういうようなこと言ってて、でも勝ってる方は本当偶然で分かんないんですけど、最近雑誌で読んだんですけど、確か松山英樹っていうプロゴルファー、確か今度マスターズ出るんですよね。だからなんかその人がなんかインタビューで言ってましたけど、なんかそう
最初勝った時に勝っちゃったっていう印象だったらしいんですよね。なんかもうだからやっぱでも本人はそのゴルフだけに集中してもうそれだけにマスターズに打ち込むっていう風にやってて、でも勝った時にそういう風に勝っちゃったっていう意識を持ちながらやるっていうのはやっぱり普段のそういう積み重ねが呼ぶ勝利を呼ぶのかなっていうふうに思い考えさせられましたね。ね、ちょっとメンタル的な話になりましたけど、多分そういうのがそのこの、ね、対戦格闘ゲームですごい強い人が出るんじゃないですかねと思うんですけどね。だそのあとあれですよね、やっぱりこの今多分これ今やってるのはセロ様 のシースルーバルログだと思うんですけど、こういう風に今やりない、あ違いました違いました、高橋名人さんがバルログ、なんていうんですかね、上のガード、下のガード、横に動く、縦に動く、ジャンプする、近づいて技を出す、近づいて待って相手の技を誘うとか、いろんなその時々の、選択肢があると思うんですけど、どうやって意識を他にその相手側の方に意識をその反らせるっていう部分かで、その対戦の面白さがまた変わるかなって思いますよね。これは、まあ、これはもう僕が教えていただいた人の受け売りなんですけど、まあ、いろんな人から話を聞いて、やっぱり当たり前なんですけど、下段の方にガードとかずっとやってて、ずっと下段の方に集中するけど、ある日急にその下段にずっとガード集中してたら、当然上段は上のガードを開くわけだから、そこの上段のガードを、ね、いきなり当てたら相手は戸惑うわけで、でさらにそこからパニック状相手をパニック状態にさせた上で、また違う攻撃のバリエーションをやるとか、そういうのを見てるとその、ね、対戦の強い人を見てると本当素晴らしいなと思いますね。あーバルログ汚いっすね。どうだもう、高橋名人じゃなくて、ね、橋本名人と書いた方がいいんじゃないですかね、もうね。橋本名人といえば、今でも思い出されるのがファミッコ大集合っていう番組があって、でそこで確か、なんだっけな、確か、JJ っていうスクエアのゲームだったと思うんですけどね、確かそこで目をすごいしょぼしょぼしながらやってたプレイを見て、あー名人は大変だなと思いながらやってたんですけどね。はいはい、どうぞどうぞ。はい、すいません、今日ですね、あれ今日ですね、16人いらっしゃってます、人数多めでしたので、結構、結構でもないですよ、20分、30分程度押してます。なので、皆様少々巻きでお願いいたします。ちなみに最初の5名だけお伝えしておきます。1番、ノブさん、ノブさん、キョウさん、山本さん、セロテープさん、ネロさん、以上の5名は、なるべく準備をしておいてください。よろしくお願いします。
もう第何回かぼちぼち忘れちゃいましたが、年明け式の細道を始めたいと思うので、はい、配信台は開けてください。聞こえてるのかな。あ、じゃあ保証される方、保証店内こっちか。じゃあそろそろ大会始めたいと思いますので、こちらの試合で最後でお願いします。そうだ、明けましておめでとうございます。あ、全然関係ないんですけど、はい、はい、あ、チャットを読み上げ、どうも、ヘロー、ヘロー、ありがとうですね、読めない、なんか読み上げてくれるとって、私は読めないんですよね。あ、ノットジストーナメント、勝ち抜きって英語でなんていうの。あ、じゃあじゃんけん、じゃあもうこれから始まります。ノットジストーナメント、はい、じゃあそれでは、シングルマッチ初デートなしき対戦会式の細道を始めたいと思います。最初の試合はノブさんの剣、京さんの剣、剣の対決です。まんまやまんまですけど、じゃあもう始められます。はい、ああすいません、ノブさんの剣と、ね、ノブさんが白で、はい、じゃあ開始です。あ、もう開始してます。はい、パチパチパチ、あけましておめでとうございます。リスタート、はいはい、ワンピー側が、キョウさんの剣で、ツーピー側が、ノブさんの剣ですね。はい、はい、さんの剣はもうスーパートリッキーで、ね、でもノブさんの剣もこう、そう、このかかと落としのこの選択が強いですね。あ、皆さん頑張ってと、ありがとうございます。ありがとうございます。実は式の初日で剣剣の対決を割と見る機会が増えたと思うんですよね。はい、あ、そうですね。はい。やっぱりケンさん、ノブさん、この2人、あ、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ああ、むーちゃん、むーちゃんおめでとうございます。むーさん、そう、剣使われてる方多いですね、式は。ああ、今のたくさんから昇竜ダンス、そう、ダンスダンス、昇竜が踊る、昇竜が踊る、波動、波動、ここと、しかし蹴りでバシンバシン昇竜、そう、ここからむーさんのこの果敢な攻めがすごいですね。ああ、しかし、どうするか、きょうさんが叫ぶ、恐怖に叫ぶ。おー、しかしすごい。はぁ、それで京さんが引き抜きですね。はい、はい、京さんの勝ち。そうしまして、山本さんの竜ですね、次の竜剣対決です。はい、山本さんの竜ですね。そうですね、
たっちゃんと50本やらなきゃ。ロイちゃん煽んないで。たっちゃんと50本やらなきゃ。めちゃくちゃいい。何50なんだろう。波動拳。いやもうロイちゃん諦め。さあこれ山本さんが、山本さんが今のめくり立場うまいっすね。そう、あ、そうです、素晴らしい。おー、山本さん結構この連続的な動きっていうのがたまにびっくりしちゃうんで、はい、相手側からすぐ止まります。あー、今の調査のこの何気ない台足払い素晴らしい。あ、いきなり行く竜巻で裏に回ってるように見せて、こうやって誘って飛ぶっていうこの強さの変換スタジオ、今の位置変えたんですかね。そういうわけではない、位置変え、位置を変えるように見せかけてるんですかね。おお、こう、あ、踏んでしまった。あー、それで削ってと、レッパで2人抜きですね、はい。あ、そしたらセロテープさんのバルログ、仮面です。セロテープさんも、はい、仮面系。セロテープ先生、セロテープさん、仮面、仮面か。セロテープさんのシースルーバルログ。そう。セロテープさんのバルログさん、綺麗ですね。あ、そうですね、いいです。どうしよう次。私ホンダなんですけど、全然使ったことない。これバドルグがかかるから取らせればかなり良い。しかし強さんすごいな、この波動で、波動がうまいっすね。しかし、そあ、昇竜こういうのもう読んでるんですかね。強さま積み出したんですかね。そこうまく当ててるような感じで、まあ、立ちこれ何キックでしょうね。立ちあー、ピヨったシンパシンパー、強さん頑張れ。ちょっとね、スライディングが…あ、素晴らしい。じゃあ私ちょっとやってきますわ、はい。次がレロさんのホンダですね。ホンダという方で、ここで今ゲストの高橋名人様だというんですけど、ホンダ相手どうですかね。こんばんは、高橋名人です。高橋名人、もうめちゃくちゃだ、めちゃくちゃですけど、ね、あ、菅様お疲れ様です、ね。ここどうですか、ホンダから見て剣は相当きついですかね、やっぱり。そうですね、これはもうとにかく連打ですね。連打、ね、連打、連打。そうそう、あ、そうですね、このこの回馬かわいい、さあそこで、あー一切データのない力士。いやいやいや、データのない力士。ネロさんのホンダのデビュー、やばいですよ。でも今の最初の回馬かわいかったですね。そうですね、ちょっとやっぱ波動この間合いになっちゃうと厳しいですね。あー、こうやってみると相手にするホンダというのは非常にやっぱ垂直で飛んで作っていかないと、あの間合いになると死んでしまいます。あー、厳しいですね。頑張れ頑張れ。さあここでこれやっぱ連打、ここで今連打ですよね。あー、でもこのホンダの連打っていうのはある意味こう、ね、あ、そうですね、高橋名人はこんな声だけだね。ブーブーちゃん、そう、ありがとうございます、ね、いや、とにかくここで魂の16連射バンバンしていかないと。そうですね。お、いける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 。あー、あー、そこを足元、さあそこで、そうそう、あるぞあるぞ。あー、いや、しかし本当のデビュー戦でこれは素晴らしかったですね。そうですね、惜しい試合、いやー、もったいなかった。お疲れ様でした。あ、すいません。そうそう、ひどかったですね。ちょっとね、そうそう、ちょっとあのリアル相撲を見て影響を受けてやったけど全然ダメだったわ。あ、じゃあこれで、次が、金子さんのガイル、金子さんのガイルと剣ですね。おー、ナイス昇竜連覇。おお、金子さんのガイルと、京さんの剣と、京さんの剣ですね。ガイルと剣っていう形だとどっちが有利なのかというとさっぱり分からないですけど、でも見た感じお二人は実力がもう本当に強いんで、おい、今の立ち中キックは素晴らしい。そうですね、うん、もうただただ見るしかできないんですけど、リュウガイル
竜と違って結構はやっぱ昇竜が先なんですかね。勝利するそこで当てるわけで足出しちゃって金子さんもソニック同時当てが非常に上手い。そうですね、金子さんは結構作って非常に怖い。いい頃でもいいというね。うんうんだけ、うんうんうんだけ言えばいいの。このガイルの黒色っていうのは何かこれあれですよね。この戦闘的なのでものすごい経験をしたっていう人で、この色も結構かっこいいと思うんですよね。そうですね。これは破天荒さんの竜ですね。破天荒さんのこのダッシュの色の竜。さあ、竜とガイル黄金カード。やっぱ破天荒さん結構波動を打つタイプなんで。今のリフトも素晴らしいですね。でリフトアップまで今やってこうやって波動を生かして飛ばせるって感じで読めない部分素晴らしいですね。破天荒さんここででも真空が溜まってるんで、金子さんのこのガイルはあれですもん、出来上がってますね。そうですね。でやっぱ飛び込むタイミングも抜群にいいと思います。そうですね、今の大波大キックをこういうサマーソルトとかこういう風に意識を配分しているというところが金子さんの素晴らしいところというか、いやー強いですね。相手にしたくないからね。さあ次はゴーさんの剣ですね。ゴーさんもネイトナー式のこの式の攻め地から攻撃になりまして、ねえ、この非常にさあ、このゴーさんも水色の剣ですね。式はこの色の剣がかなり増えたというか、よく見かけるようになったんですね。式は結構剣の人口が多いですね。多いですね。剣がさっきも増えたなという感じがありますから、ぜひですね、こちらの方で一つ始めたい人は剣もぜひ押して。これ金子さんが安定の一本、ナイスタッチ。ああ剣を、ああしかし今の勝利は明らかに、そうですね、分かってる部分ですよね。でしっかりそうですね、手玉に取られてますね。手玉に取られてますね。そうですよ、手玉がいい。まったりと進行しております。埼玉県新座市のデートなし系から、実況生中継で、ミニ大会しています。2017年ファーストインプレッション13日の金曜日で行っております。さあここで来ました、新谷さんのメガですね。新谷さんのメガは強いですからね。これはいい戦いになりますね。メガのガイルは非常に黄金カードですからね。もうこの新谷さんのメガと金子さんのガイルはすごい見どころがたくさんありますね。いい試合になるんじゃないですか。ペシペシとうまく投げ返す。さあここでペシペシバシッドッとやってエイト投げて、やっぱりガイル側はあのソニック打ってちゃダメなんですね。やっぱソニックをバンバン打って、とりあえず死ぬほど打たないとダメなんですね。ダメなんですね。でやっぱり飛んできた時に合うね、きっちり落とせない、しっかり合わせて落としていくっていうスタイルで、すごいっすね。いや、ニーアさんもこの前に攻めてるベガのスタイル、まさかのコントラもほんと最高だっていうか、そうですね、素晴らしいっすね。さあ、頑張れ、チキック、おーって今のチキックが出て、さあ、しかし、こういう最高会社っていうのは、ベガが分からないですからね、素晴らしいっすね。ここでニーアさんが、一人抜きで、次が、テコさんですね。パーフェクトエンターテインメント、コロッソ、オデッセイという確か略だったと自分が考えるのか適当につけたと思うんですけど、ペコさんは本当ね、もう、ね、
コさん今日は龍なんですね。一周目 X ですね。ペコさんの X でも非常に強い。これ一回あの知り合いの方から聞いたんですけど、ベガってサイコクラッシャーの時シコーっていう音を出すと威力3倍になるって聞いたんですけど、そういうのありますか？あるんじゃないですかね。年齢層です。 SE 入ると強くなるっていうのシコーって SE 年齢層。あーしかし怖い、リーク怖い。一見見ていると単調的な部分に見えるかもしれないけども、こういった細かい精神的なものすごいプレッシャーがありました。で、多分このスマスマスエッジというように技を一発一発食らってるので、ライブゲームというか精神的に圧迫感が出るので、もうそれが怖いですね。あー今あー安定のニーヤさん安定の勝ちですね。次がグッチさんのダルシムですね。グッチさんダルシムですか。これダルシムベガはダルシムはどういう風に戦っていくのがいいんですか。飛ばせて落としたり、でも一番いいのは転ばして起き上がりにドリルキックを重ねて投げるっていうのを繰り返すのが、やっぱ起き上がりベガはどうしてもやっぱきついもんがあるから、やっぱり浮き技はないですから。で、投げ前もダルシムのが広いので、一回転ばしたらばできる人は完全にはめられるらしいです。うちさんもダルシムは初めて見られます。今のやつで前が完璧だとダルシムが投げるんですけど、やってますね。ほぼこういう状態になっちゃうみたいな。ダルシムはなかなか見れない、結構レアなやつですよね。あ、でこうなって、あじゃあやっぱ逆にベガ側からすると飛びからのワンタッチかける。そうですね、もしくは早めにナイトメアをためて、ためだけで殺されないように。さあここで、高橋名人と言われてる男が何使うの？ホンダ？そうか、どっち？あ、ホンダだ。さあここで X ホンダと、ダルシムですね。ホンダとダルシムというか、なんかもう個人的にはホンダが有利っていうか、そんな印象が飛び交があるようなところで、出ました。恐怖の張り手、張り手、ペシンペシンポーンってやってながら、しかし見ようとしようだ。打つのも素晴らしい、今の素晴らしい。でも多分ダルシムの方が強いと思うんですけど、火力が違うので、ダルシムもかなり弱ではないと思う。失敗すると一気に持っていかれるので、今度のキャラ相手してダルシムが強いだけで、ちまちま落として相手が死ぬまで一回も失敗しないようにっていう。お、東京の防衛はこれを損なうだけで、おお、そうですね、こういう感じですね。もう一応最初ちょっと、おっと、死んだか。さあ、連射しよう、連射だ。でこのダメージさらんで、ここからすると、ダルシムがそんなにグッサンも出ます。おー、今の素晴らしい。2本でシャットさないでいかって、ついてましたね。グッサンが安定のダルシムで3人抜きですかね。さあ次がロードさんのエスケンですね。エスケンとエクスダルシムっていう対戦もあんまり見ないですよね。あ、キャラクターをなんか S を出すのが失敗したらしいんで、これはやり直しってやつですかね。やり直し、あ、やり直しですね。エスケンを出そうとしたんですけど、コマンド入力失敗で、はい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 、1回だけで、もう1回数字を出します。
か川島さん、ザンギ、ユリッチさん、チュンギ、自分タツトシのキャミーということで、多分ケンはガイルとかダルシムでやるときは真面目にやるふりしながら、やってるふりをしながらジャンプ台パンが当たるのを祈れば、両方ともジャンプ台パン落としにくいので、ロードさんのエスケンも、あー、いや、キャビンガードスラッシュ、キャビンガードスラッシュ、ちゃんと前を送ってますね。あー、今のサンキースパッシュ、これどうなる、どうなる、マイナーサイディングからベシベシしてくる、これに掴みを混ぜるような戦い方だったんですけど、エスケンは続かないので、さあ、暴れると読んでの勝利を重ねだったけども、きっちりガードしていた。速いので打ち合っても十分戦えるんですが、あー、今もそこではダメージこれはできないので、素晴らしいですね、素晴らしいですね。あ、しかしこう投げた、惜しいか、ちょっと暴れるのかな、デビリからあっと、あれは上がり攻めないとダメですね。もうあの体力だったらば起き上がり飛び込んでガードさせた後に投げと勝利ゲの2択で当たれば勝ちみたいな風にしないとちょっと離れる意味はないので、次は、川島さんの、ザンギーですね。ザンギーダルシムこれ厳しいですか、ダルシム使いなんでダルシムの嫌がる行動を知ってるかっていう感じですね。ザンギ使いはなんか見といた方がいいんじゃないですかね。多分カワシムはダルシムがこの距離で飛ばれると嫌だとか、この技振られると嫌だとか知ってると思うので、おお、今もすごい、あ、ダイエットそれからどうなの、おーっとすんだ、さあこっからどうなる、押し手があっていなかった、あー、押したな、ここで川島さんが、さあ2本目どうなるかな、あー、これは今のきつかったですね。ザンギとしてはなんとかこうやって近づいて刺した、さあこっからザンギゲームなんかそこで転ばしたいがうまくガードして、そこでヨガファイヤー、あ、おいしい、さあ、ここが通過、あ、しかし、ちょっと薄かった、さあ、ゲージが溜まっている、ゲージが溜まっている、さあ、どのタイミングでこのダルシムの空気を壊すか、しかし、こう、あ、今の蹴りは良かったが、さあ、ヨガファイヤー、ヨガファイヤーと、あー、今の素晴らしい、バックジャンプ対空はかなり安定ですね、ほぼ全キャラに対して、バックジャンプ大パンチを置いておくと、多分ほとんどの攻撃、おっと、珍しい3段、おさあ、無理やり持ってったか、おー、今の素晴らしい、うわー、スピードゲームで川島さんのザンギが開幕めくりジャンプ中継っていう珍しい技が、しかもそこからヒット確認で3段入れてピュラしてるんで、川島さんが1人抜きして、でここでユリッチさんのチュンリーですね、チュンリーザンギとなると、やはりチュンリーが有利ですけど、さあどうなるか、チュンリーが固くやると結構ザンギエフ側きついんですけども、ただユリチさんは割とロマン派なので、はい、あのガチガチに何もしなければ多分かなりやばいんですけど、結構惜しい、もったいないですね、多分これ戦列も、あーっと、あー厳しいもの、ユリチさんさすが強いですね、
ぱりこのチュンリーのしゃがみ10キック、もう恐ろしいですね。あーもう気持ち怖いですね。今みたいなですね、起き上がりめぐりで攻めたりしてますけど、あれ下がって気候圏打って何もしないぐらいの方がザンギは嫌なので、ああいいですね。さあ次は自分のタフトシロキャミですね。さっぱりわからないですけど、ちょっと頑張ってらっしゃい。タツトさんが試合です。お、辰俊さんキャミーですね。何でしょう。あ、そうですね。竹チーボン読んで触発されたのか。僕も買って読んだんですけど、なかなか難しいことが書いてあって。例えばな、日本語で書いてあるんで何が書いてあるかは分かるんですけど、なんていうんですかね。それ自分のものにして戦おうと思うと結構難しい。でもなんか練習の仕方とかも書いてあったんで、ぜひとも。素晴らしい戦列客の使い方でしたね。で、ここで1周目が終わり、あれちょっと待ってくださいね。ああ、いやー、全然キャミー分かんないですね。意味が分からなかったですね。さっぱりキャミー、意味が分からなかったですね。キャミー使ってる意味が分からなかったですね。ユリイチさん、激強すぎてね。うん、ここで、友座さんが来られましたんで、次が、友座さんのバイソンですね。友座さんのバイソンが17人目として入っています。さあ開幕で、さあ友座さんのバイソンと、ゆりちさんのチュンリですね。オワオワと、オワと飛行機に出してパシッパシッパシッと、あー今のか。しかしここ投げる、えげつない。いやこれはもうピンク色の悪魔としか言いようがないですね。ユリチさんのチュンリー非常に強い。今のは素晴らしかった。ペシペシパシーパシーと、あー素晴らしくえげつない。うわユリチさん素晴らしい。安定の勝利で、ゆるいちさんがこれで、2人抜きでこのまま2周目ですね。このまま2周目で、2周目の1人目という形で、高橋名人さんの、S ホークから始まります。2周目で、高橋名人さんの、S フォークですね。フォークは X よりやっぱ S が多いのかな、どうなんっていう印象があるんですけど、さあこれで戦いやすいと思います。うん、この S フォークのこの色がかっこいいですね。しかし非常にこのユリチさんの瞬時も、わあ今の投げは素晴らしい。あ投げる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 、今のさコンドルで、あ今のマスカ、あ今のアスパコンは素晴らしい。
まさにピンク色の悪魔というか、非常にユースさんのシューティング安定で今1本取りました。お、得意の戦法が、シッパシッパシッパ、おーっと今回した。さあこれで逆転があるか、逆転があるか。さあペシペシペシっとやって、でペシッペシッとこうやって、わー、今のは最後よく見てましたね。よく見てましたね。次が、ネロさんの、ガイルですね。さあこのネロさんのガイルが、2人目で入ります。でその次が、シロテープさんのザンギ、ロードさんのエスケン、ノブさんのザンギと、続きます。ガイルチュンリーですね。この上どうなのか。お、あ、開幕なんか微妙な開幕今とスーパートリッキーな動きがありますね。さあソニックを、でソニックを作ってみたいな。あー今のは何かな、ね、あー飛行機で飛ばす、ペシペシペシ、うわーこのキャンセル怖いっすね。ですね、やりたいことやってる感じですね。しかしユニチさん何やっても強いっすね。コンキャラがもう何なのかわからないぐらいに非常に強い。さあ今の明太キック、そこで飛行剣とソニックの打ち合い、冷静に参戦、飛び込んだところを今チュンニーが、さあ、ね、今回はガイルはかなりいい感じなんですが、飛行剣ベシベシと、あ今のスイッチがいい、多分狙ってます ね, すね。さあ今の入れるのかな、さあもう一回入るんです。しかしベシッとやってめくり蹴りでうまくガード、これまだわからない。ああ今のめくり落ちていた。いやユイチさんのチュンリーが安定で出しました。さあここでセロテープさんの、ザンゲーフですね。埼玉県新座市のデートらしきから実況70系で、お送りしております。すごい英語でね、さあさあこれセロ様の緑色のザンギとユリチさんのチュンリーですね。ピンク色のこの悪魔に対してこのねザンギがセロさん頑張ってほしい、さあ今の飛び込むか、しかし今の投げた、それはダブラリだった。ああ今ダブラリを誘ってたというかそれを読んでの、スパコン安定してユリチさんが1本取りました。セロ様には頑張ってほしい。さあこれ、あーしかし今の大キックの時よりは非常にそのなんていうのチュンリーのこの足と手を利用した間合いをキープするところが非常にうまいですね。ユリチさん素晴らしいですね。あー今のスパコンガムスター3までいい。これはまだ勝負がわからない。さあ飛行剣ダブラリでそこで転ばす。さあ飛行剣中キック中キック、あーしかし今の中キックは大キックでこうやってやって、さあ時計、おー今のスパコン、さあ頑張れセロさんはいけるか、あーしかし吸い込みたかったが今の電子を結局さーしできる。いやー素晴らしいユリチさんの勝負強さがめっちゃくちゃ素晴らしかったな。セロさんも惜しかった、惜しかったっすね。いやーセロさんも惜しかったっすね。お疲れ様でした。まっすぐはめにいっちゃいました、もういい試合だったんですけどね、ちょっと我慢が必要でした ね。ここで4人目がロードさんの、スーパーケースケンですね。しかしユリチさんはマイルをキープするのがうまいですね。恐ろしいです ね。あー今のハドキョンさせてペシペシペシと安定で素晴らしい。ユイチさん安定で今1本取るので3本目どうなるかな。飛び込んで、あー投げる、エスキャラは受け身がないんで
これは硬いきつい。あー今勝利当てる。さあここでなんとか京都さんに頑張ってほしいが、まあ、ここで波動拳、今のドッグメン素晴らしい。ここで波動拳、波動拳、あー今の当てて素晴らしい。でこれでユリッツさんが脅威の6人抜きですね。ここで次がノブさんの残機ですね。今気がついたんですけど、はい、今日はブランカがいないんでずっとこのブランカステージのままでこれという、アマゾンの秘境ジャングルにピンク色の悪魔を見たと言わんばかりのこの四季の細道2017年13日の金曜日ファーストインプレッション始まっております。さあ、これ今のノブさんの今の残儀がパブ残儀の色の吸い込みが素晴らしい。さあさあ、このブラジルの奥地に現れたこのピンク色の悪魔を誰が止めるのかというところ、さあさあさあ、ノブさん頑張れ。あ、今のダブルアレス素晴らしい。さあだ、さあそこでさあ大パンチ、さあ気候圏で、あー今の正面ジャンプ大キックは読めなかったですね。見てる側としてももういきなりそういう技が出すというところからするともう驚きですね。ノブさんがどうやって加速か、ザンギからすればダブラリーでこう、あ今のダブラリーやってた前、そこで吸い込みたいがリバーサル、さあそこでパシパシパシと飛行剣、そこでスパコンで飛行剣、飛行剣ペシペシペシって飛行剣ね。さあしゃがみ足足、飛行剣しゃがみ足足、ペシペシと飛行剣、さあ飛行剣、さあここでまだ、時間が35秒、さあまだわからない。チュンリーがスパコンを出すか、さあ削ってこれでユリッチさん、チュンリーが7人抜きですね。さあここで注目の金子さんの、ガイルですね。金子さんのガイル、金子さんのガイルでもどうですかね、うん、さあ金子さんのガイルと、ユリチさんのチュンリー、さあこれは注目の対決ですね。さあ開幕ソニック今の当てた、さあうわーもう今も受け身前、さあソニックです。金子さんのこのソニックを当ててからのこのうまくその前を止めた、おー今の中パンチは素晴らしい。さまざまな手足のバリエーションで意識を配分させて当てていくこの金子さんのガイルがどのようにしてこのユリチさんのチュンリーを当てるか、このソニックは素晴らしい。さあこれペシペシと当てて、さあ中足当てる、中足当てる、さあここでチュンリーがスパコン、うわーやっぱり狙ってきて恐ろしい、素晴らしい。ユリチさんのこの冷静なピンク色のこのチュンリーの冷静な顔、さあしかしこう投げ返すが、そこでペシペシと、あ今の投げ落としの金子さんも非常に先読みというか非常にその対応能力が素晴らしい。さあここで、さあかなり追い詰めた、さあ頑張れ金子さんがいけるか、さあ素晴らしい、今の投げで金子さんが1本になります。さあこれで、3本目どうなるか、ここで金子さんのガイルがユリッツさんのチュンリーを止めるか、さあここでソニックの飛行剣、ソニック飛行剣、ソニックと飛行剣、ソニックと飛行剣、さあソニック、さあこう今のソニックからこの固めて、さあこう今の裏剣が素晴らしい。これは金子さんが逆説か、あ今のスパコンがうまくガードした、さあこれ飛び込んで金子さんが、さあここでどうなるか、さあここで、あしかし投げる、さあこれは分からない、さあここからユリッツさんの勝負強さが出るか、あーすごい素晴らしい、ユリッツさんのものすごいメンタリティと勝負強さでこれで金子さんを抜いて8人抜きです。さあ次が山本さんのチュンリーですね。チュンリー同キャラ対決ということで、チュンリーチュンリーもなかなか見れないカードですけど、これはどうなるかというところですね。あ山本チュンリーのこの黄色い悪魔と、このリッチさんのピンク色の悪魔とか、ね、なかなかチュンリーチュンリーは非常に貴重というか、なかなか見ないというか、ああしかし、おお今の山本投げは素晴らしい。さあここでちゃんと受け身を取って、さあここで
さあ、ユリスさんがスパコンゲージ貯めてどこで出すか。しかし今の手を出す。さあ、これユリスさんがどういう誘いをやってスパコンをやるか。それとも、あ、山田さんが強気で攻める攻める攻める。あ、スピニングバードシーがうまく潰して、さあここで、さあ手を出してきた、このスパコンを山田さん、あ、スパコンが逆に出したか、焦ってしまったか。これでユリスさんが1本取りました。さあ2本目、山本さんの、あー今のスピニックバンド出してしまった。ベシッベシッ投げる、おー今の投げ返す。さあこれ飛行圏飛行圏、そこでさあ手と足を当ててどこで投げるかっていうところを見ながら、ちゃっかりとこうやって下の足払い当てて、あーしかしうまくうまくじわじわっと削って、大きくプレッシャーかかって、ユリチさんのチュンリーがこれで山本さんのチュンリーを抜いて9人抜きですね。でこれで次がゴーさんの手ですね。もう南米ブラジルオクチに現れたピンク色の悪魔というかね、もうねもうブランカがいないんで全部ブランカステージになっちゃうんで、こう非常にね、こうね、さあこれゴーさんの剣も、さあこれ逆転の可能性が非常に多いってなるか。今の足場の前、さあパシパシと波動拳パシーと足払い、よしよし波動拳、ここでさあここで、あーしかし安定してますね、素晴らしいですね、開幕の飛行拳で、さあここでその相手側が飛び込んでくるところにちゃんとしゃがみ台足とか手を当てるところが、もうユリスさんのこのチュンリーの素晴らしいところですね。さあこれで驚異の10人抜き。さあここで次に出るのがなんとニーヤーさんのホンダですね。いや、ニーヤーさん剣ですね。ニーヤーさん剣、ここでニーヤーさんの剣がニーヤーさん一瞬今ホンダを選ぼうとしたというとんでもないことになっているので、さあここで剣を出して、さあどうだ、ニーヤーさんの剣も非常に強いですからね。さあパチパチかけて、さあガードガードガードして、あー今の百裂に波動が出るので、そこで飛び込んだが、おー竜巻で裏返したか。さあこれまだ分からない、おー今の勝利拳うまい。さあこれで他に攻める、あー今のスパコ当たってしまった。3人目、さあこれ飛び込みか、ユリッサのこの冷静なこの立ち中キックですね、これが素晴らしい。あーしかし今の足払いうまい、お今の見えた、さあこれあーと投げたそこで投げて、あーしかし、ね、おーもうなんていうか怖いですね最後の半角ですね、あー処理じゃない、あー処理が出ない、上が出てないですね、上が出ないとなるとかなりチュンリーは楽なので、足払い、この足払いは素晴らしいですね。そうそうそう、チュンリーがスパコン溜まって、そう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 、どこのタイミングで誘って出すか、それともそれを誘って避けるか、おー素晴らしい。さあこれニアさんの逆転が来て、おーやっと抜いた、素晴らしい。ここでニーヤーさんの剣がユリチさんのチュンリーを抜いて一人抜きになりました。さあ次にここでペコさんの S 剣で、なんとその後ユリチさんがフェイロンでまた入るという、うわーめんどくせえこれは非常にまあある意味波乱のまあこれはすごいことになってきた。なユリチさんこの後またフェイロンですね、この後またフェイロンで、ね、さあ、あしかしペコさんも素晴らしいですね、あー S 剣がこれうまいっすね、まさにパーフェクトエンターテインメントをあの殺せようですと言ったばかりのところですね、ペコさんのこの S 剣素晴らしい。でもニアさんの X 剣も非常に、あー今の波動ですね、じわじわじわっと攻めながら X と S の対決っていうのもなかなかね、うん、あーなるほど、
さあ今の投げる、しかし今の受け身を取る、さあ波動拳キック、さあ今のさあ膝蹴りをやって冷静にやってニアサの剣が1本止めました。さあニアサのこの X 剣がこのまま、連勝するのか、それとも、ペコさんが、勝つのかどうか。しかしこの2人の後には恐怖のユリッチさんのフェイロンが待ってるというね。さあここどちらが対決するのかっていう部分でも非常に注目ですね。あ、しかしペコさんが当たるか、ペコさんがいけるか、あ、しかし今のしばらく前、さあ分からないぞ。さあペコさんが、さあここでペコさんが見える部分でさあ飛ぶか、あー飛んだ。ペコさんのこういうところが非常に恐ろしい。これでペコさんが一人抜いて、ここでさあユリッチさんのヘイロンが来まして、その後どうやら自分らしいですよ。これはどっちやりたいですか。これはこれはもうどっちが来ても怖いよ。さあユリッチさんのフェロン消えました。さあ非常にこのユリッチさんのフェロン手強い。今の足払いうまい。さあ波動拳、波動拳、波動拳で、さあ波動拳滑る。あーしかし、おーしっと出てなかった、出てなかったのか、おかしいおかしい。あー今の勝利さんうまい。このフェイロンのこの細かいこの中型の蹴りというんですが、この蹴りが非常に戸惑いますね。足払いすぎない。さあここで転ばす転ばす。さあおお今の勝利うまい。さあここで、さあここで、あーしかし、さあさあおおここで、あーしかしここでフェイロンがこのデッカでやってパシッパシッパシッと、あーしかしこれなんだ。さあペコさんもまだわからない。さあここで、そこで縦で横のすみや、あーそこで、さあこれ、さあさあさあどうする、あーいや危ない。さあそれそのうおーまだ危ない。うわー今のすごい、ちょっとペコさんが上が出てないです ね、 ね、はい、さあ3本目、あーしかしあーユリッチさんのこのフェイロンのこういうところが怖い。パシパシパシって転ばして波動拳、さあ縦と横の棒で、あーユンポの横の棒のフェイロンが非常に怖い。さあさあさあペコさんがこれね、おー今の勝利権怖い。すごい、さあこれどうなるか、どうなるか、どうなるか。おはーペコさんがすごい足払いで勝った。さあここでフェイロンがタッチ大パンチを出したところに大足ですかね。何も出さなければ当たらないんですけど、フェイロンが動いたことによって当たった感じですね。じゃあ自分らしいんで頑張ってきます。頑張ってきてください。さあユリッチさんを止めたペコ S 剣に対するは辰俊さんの竜。竜巻当たってさあ端に追い込まれているのは辰俊。さあ体力はほぼ五分。あの距離からジャンプだけが届いてしまう。さあ上から行ったがリバサ昇竜。今度は正面からいったが上が出なかった。竜巻が機能していますね。あーゼロロット、暗い投げで一本取り返す。まい、ただいまマイクのテスト中とか。テスト中マイク、今ケンさん勝って、あ、ケンさんペコさん勝って、ね、あ、
松尾さん、そうそう、さあ体力は5分なんですが台車動かない、上り蹴り対空、さあ壁から出られない、はあ、タペコさん勝って、あ、グッチさんのフォーク、次がグッチフォーク、グッチさん X フォーク、アペコさん強かった。じゃあここでグッチフォークですね、グッチさんの X フォーク、グッチフォークかなり強いんですが、 S 剣相手にさあどこまで、 S 剣をきっちりはめるのはかなり難しいと思うんですけどね、さあ LT 放題、あー惜しかった、ワンチャンあったんですが大昇龍空振った時になぜか台足を振っていた、さあ圧をかけるが、このペコさんの S 剣の足払いが怖いっすね、うん、判定ダメージ強いですからね、さあ正面から痛いのが、ペコさんの安定の、2人の決議が、あ、そうですね、グッチさんとペコさんの試合でしたね、今のは。それで次が、破天荒さんの竜、次が破天荒さんの竜で、その後川島さん DJ、京さんの剣、トマザさんの、ブランカ、トマザさんの最後がブランカ素晴らしいですね、おっと痛い、これは怖い、あー、しかし投げる、危なかったですね、通常技が1個挟まってたらピヨってたかもしれないんですが、うん、命拾いした形、ちょっと慌てているか、さあだがお互い圏内、さあ真空持っている、使ってしまう、このかわしはやばい、おー今の真空離さなければまだちょっとやりようもあったんですが、あの距離で離しても見られてしまう、さあ、これは重ねからの3段、さあ重ねから的に来ますの、安定ですね、ペイコさん素晴らしい、思い切りのいい攻めが全部通った形、うん、ここで次が、川島さんの、DJ ですね、さあうまい、ペシペシって当てる、そこでペシペシと当てて、はい、このうまい、置き攻めのしゃがみ中パン重ねは多分 DJ が無敵技を出しても当たらないんでしょうね、あれ安全重ねになっていると思うので、あそこは DJ 我慢するしかない、さあこの壁橋が地獄、消せる球は消して、避ける球は避けてなんですが、安定ですね、うーん、ゲージがあったんでワンチャンだったんですけど、ちょっと、さあ、おお、これめくりからピヨって正面3段でおしまい、これは分からないですね、リリはこれがあるので、さあ転ばせる技もいっぱいあるし、転ばせれば夢が待っている、さあ踏んでしまって、さあ今、ああ今の重ねる振りからの投げ、さあ地獄の始まり、さあでも避けている、恐怖、さあなんとか押し返して中央まで、さあスラが当たらないところで待って中足、ね、これで、ペコさんが、6人抜きで次が京さんの剣ですね、ああ京さんがキャラクターを、間違えちゃったみたいなんで、1回殺してやり直しみたいですね、
仕切り直して京さんの剣ですね。さあさあ、これが京さんと開幕変な竜巻から、おあ京さんのこのかかと落としのフェイントが、うまい。京さんとペコさんの対決っていうのはなかなかレアじゃないですか、これ。そうです ね, ね、そうさあ、ピヨってしまう。しかし、ましこの恐怖のアッパー勝利剣が恐ろしい。これ京さんのフェイントに対してペコさんが冷静なその判断を下してどういうようになるか、それとも京さんのこのね、しかし今の勝利うまい。あしかし過去にうまいな。さあさあさあこれ、あーしかし勝利やってしまった。ピチとしてピチとして、あー届く。ペコさんのこの飛び込みがすごいですね。S 剣のジャンプ台形は性能がいいので、ね、多分同じ前から飛んでも X 剣よりもかなり強い、ね、次が友田さんのブランカですね。友田さんのブランカ、友田さんのブランカ、ブランカ初めて。そうですか、結構強いですよ。ただ S 剣相手はかなりキャラ差があるので、ダイヤシに勝てる技もほとんどないし、弱波動を打たれると垂直で避けるのが難しい。前に飛んだら上り蹴りが絶対当たるっていう地獄のような地獄の組み合わせですね。あー今すごい、あーいける、ワンチャンあった。さあこれで終わる。あーっと、惜しい、素晴らしい、トコトさん素晴らしい。もうちょっと本当にあれしかないっていう形だったんですけどね。まあ、ある意味スト2ならではのこの攻防というか、すごい怖い、見ていて怖いですよ。あ、あ今の投げる、あ、トムザさん頑張れ。さあ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 、ここでハイディスク、ハイリターンで近づいて、さあ来るか。あーしかし上がりなき、おい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 、さあここで、さあここで、さあ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 、ここで、さあ来た、噛みつく、さあ無理やり噛んで、おお素晴らしい。今のしゃがみ大キックのフェイント素晴らしいですね。うまいですね。さあここでペコさんを倒して、どうか、おおすごい、すごい、さあ知っている、さあ上が出る、上が出る。これまだペコさんやってないんですけど、しゃがみ中パンチをバカなように振るっていう手もあってですね、龍拳がしゃがみ中パンチをバカなように振ると、あブランカ側はかなりきついはずなんですが、まともに立ち会ってくれているので、ローリングで3回削れば勝ちといったところ。さあ、東条さんがこれは有利だが、あー今のでバスさあ削り切った、素晴らしい。さあエキストララウンド、東条さんの連勝が止まるまで全員2周したんですが、東条さんがまだ勝っているので、東条さんが負けるまでランダムに乱入が続きます。友田さんのブランカに次にランダムで誰が当たるかということを、抽選で決めてるところですかね。とりあえず山本さんなんでしょ。山本さん、高橋名人、金子さん、ゆりちさん、新谷さん、山本さん、高橋名人さん、のぶさん、金子さん、ゆりちさん、新谷さんの順番見かな。これは現状、連勝1位がユリッチのチュンリーが、10連勝で、2位がペコさんのエスケンの7連勝なので、トモトさんがこの7連勝を超えられるかどうかですね。
と山本さん果敢に果敢に攻めますよ。そこでこのしゃがみ、今のは厳しかった。しゃがみ中盤の波動拳とやりたかったんですが、そこをさあ次が、高橋名人さんの、ですね、さあ本田、本田さあちゃんと大一を入れてある。削って削ってあっという間に残り2割、やはり本田が有利。さあこれは本田余計なことさえしなければもうほぼ勝ち確と言ってもおかしくないんですが、一番やっちゃいけないのが頭突きを打つことですね。ドンピシャで飛ばれるとコンボが入ったりするので、このように、そうですね。いやー、友澤さんのブランカー素晴らしいですね。画面端でしゃがんで何もしないが正解。リードしたらば何もしない、ただその我慢力がある人はなかなか。頭突き打ちたくなっちゃうんですが、打ちたくなっちゃう。今度は当たって、これは練習を止めちゃう、どうなんですかね。久保田さんのブランカも、さあ電気に当たって手首はきっちりガード。ああホイズ好きか、空中で落ちてる分にはまだマシなんですが、また打ちたくなっちゃう。めくり、さあめくりはガード。さあちゃんと大一を入れてある。さあ余計なことをしなくなった。余計なことをしたか。うわー今のは素晴らしい。いや今のはすごい、正直背筋が震えました。すごい、全然今の大キック見えなかったですね。友澤さんのブランカーすごい。次がノブ、さんの剣ですね。これはかなりいい勝負だと思います。さあいい昇竜拳、裏に入ってしまう。乗って置き攻めはかかと。さあスラが当たって、さあ昇竜拳うまい。さあどうする、かかと。すごい今の連覇かなとか思ってたんですが、ここでなぜかかかとですか。ブランカの命拾い、下段の小中蹴りが怖いですね。おっと変な当たり方。やっちゃった。あーとこれ、おお素晴らしい。あれは剣はなんかお釣りあるのかな。一文字が入るか波動を重ねるだけなのか。上投げない。あ、掴んだ。投げりで弾き返して、ああ大キック今のいい。オクラス昇竜、さあこれ、さあまだ勝負は分からない。上が出るかかと。さあ止めたので、ノブ、さんが連勝を止めました。ユリッチさんのチュンリーと、
これで一応、2勝終わりまして、決勝が決勝がユリッチさんと、ペコさんとなりまして、なんか紳士的な話し合いの結果、はい、ワンピーツーピーが決まった模様です。でユリッチさんがチュンリー、そうですね、でペコさんがエスケン、エスケンで決勝で3立てということで、2017年最初の王者が決まるんです ね、 ですね。さあ、得意の2017年1月13日、2017年最初の四季の細道決勝始まります。さあ、1P 側は、ペコさんの S 剣、2P 側はユリチさんの X チュンリーですね。さあ、火力がすごい。気がつけばチュンリーの体力がものすごく減っている。めちゃくちゃ減りますね。もうゲージを溜めさせる前に肩をつけたい感じですね。さあ、溜まってしまった。溜まってしまうと何かの間違いでもらったらば死んでしまうぞこれ。なるほどです。こういう形ですね。そうですね、ついつい手を足を出してしまうんですよね。さあ、これで、さあ踏んだ、上から攻めて、今回はユリッツさんのゲージためがかなり早い。さあ、今度は打った形。おお、今のめくり感の負けはしました。さあ、ユリッツさんはため直し、ただ頑張ればこのラウンドもう一回溜まる。剣は足払いでもかなりチュンリーと戦えるし、上から行った時にチュンリーが落とす方法が結構少ないと思います。さあ、溜まった状態で、おーっと、これは今のユリッチラッキーですね。完全に読んだ形でバックジャンプだったんですが、なんとか相打ちが取れました。ソウリュウ、さあ痛い、ピヨるぞ、ピヨる間もなく、おっと、今足出してれば当たってる気がする。おっと、背中に昇竜はなかなか難しい。投げる、さあ差し返し、今の見事ですね。あー、すごい。さあ、1試合目を取ったな、ユリッチ。これはどっち勝つかわからないですね。2試合目、さあ大勝利、大勝利、素晴らしい、見えてますね。あ、今もまた読んで中キック、めくりの引っ掛けて、さあ、しかしチュンリーはゲージが止まってる。さあ、ここからさあゲージがあるぞ。怖い、これは怖い。空中竜巻で、あ、今誘いましたね。あ、いい打ち足、素晴らしい。今の中キック、今チュンリー溜めてなかったので気候圏打ってくる心配はなかった。そこで多分投げだと読んでの置き中足。あ、引っ掛けた。ペコさんは戦列があるので、めくりからの攻めで戦列の維持をさせない形を取っているんですが、ちょっと竜巻が重ならなかった。上が出ない、上が出ないとチュンリーかなり楽。上が出ない、
壁橋ゲージあり。このユリツさんの立ち台キックが今日かなり見られてすごいっすね。さあ出ている。かなり精神的にはユリツさんがかなり有利。かけて、あーっと乗ってしまった。これ削るか。そうそう、まだまだ最初これはもうかなり有利。そうですね、ちょっと時間がないですね。もう時間がない、投げるしかない。ちなみにあーこれユリッチさんが、勝ちまして、これ2、あれ2-1 2-0。あ、これでユリッチさんが2回、ユリッチさんリーチですね。リーチですね、失礼いたしました。踏んでめくりから投げる。さあちょっと上に不安がおっと出ている。さあいい対空から、さあ今感動しましたね、今のね。からペコさんの逆転があるのか。あでもユリッチさんのこの連勢ですね。さあ昇竜拳、さあ背骨を折るような感じ。さあよく寄らない、無理やり投げて、ね、ペコさんが1本取り返す。リーチのままでペコさんが一試合抜いて、そこからペコさんが逆転するかどうかですね。波動拳、波動拳、波動拳、登り蹴り対空。登り蹴りが素晴らしい。しかしさあたまらず転生、そこでよくガードしました。素晴らしい今のは。空中ですが、なんかめくり気味に当たったというか、後ろの方の反転に当たった感じ。あーフルヒット。これはさあこれでウリスさんが超リーチ、リーチですね、勝てば優勝。ここでペコさんが逆転するかとか。あしかし、月内投げる投げる。さあ勝利よ。ああしかし重なっていない。投げる。さあ足払い。この小足大足の攻撃方がうまい。あのけあのけあのけ。そこない。さあしかし中継が中継。お素晴らしい。なんとこれで。ペコさんが2試合目抜いてお互いリーチで、事実上の次が決勝の最終試合。いや素晴らしいですね、実力が拮抗して、本当これは最後まで分からない。このペコさんの S 剣のこの大足転ばせが素晴らしい。シミギリチさんのチューンでこの中足のここから削りで、ギリギリのところで降りて車掌に勝利券。あー今のめくりか。さあここはどうなる。さあゲージが立ったぞ。あしかしおーもうペコさんが裏落ち戦できっちりガード。さあ逆転のペコさんの勝利券。さあこれリーチですね、ペコさんリーチ上から行って、さあピオラない。恐怖の畳み方、足が強い。ビルチさん投げる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 。あ最後はいい台足、ペコさん逆サンタですね。あこれで2017年奥の四季の細道初優勝はペコさん。ペコさんですね、おめでとうございます。
では、2017年1月13日の金曜日、パーフェクトエンターテインメントコロッセオデッセイと言われるペコさんが、これ大吾対ペコって書いてあるけど大吾いる大吾だけどね。はい、あ、おめでとうございます。あざーす、あざーす。ペコさんの S 剣は前に優勝したそのなんだっけ、あの 3-on-3 ホックスの前夜祭で優勝した時は、はい、なんか強気な果敢の飛び込みとか非常にすごいという印象がありましたけど、はい、今回そのしゃがみ大キックとか、はい、その誘い方が非常にすごいというか、もう今日はですね、ユリッチを誘いました。ユリッチを誘いました、はい、ユリッチを、はい、いやもう今日も本当に素晴らしい試合で、もうありがとうございました、はい、そうなんですよ。あ、もう僕も勝ちたかった。そう、ね、明日ね僕誕生日なんで、誕生日なんで、あ、はい、本当ですか。そうなんですよ、明日ペコさんの誕生日らしいです。で明日誕生日で僕ね、あのユリチさん2回止めたから、もうそれで気持ちいいです。おー素晴らしい。僕だけで十分です。はい、明日1月14日かなと、はい、ペコさんの誕生日 で、はい、その前日の今日、はい、デートナ式のこのミニ大会式の選手優勝、はい、わー素晴らしい、おめでとうございます。帰りの電車の中で誕生日迎えますね。おめでとうございます。また、ぜひ、はい、お願いいたします。はい、なんかください。ありがとうございました。お菓子もらってこ。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。 ありがとうございます。ありがとうございます。このように、デートナー埼玉県新座市のデートナー式、こちらの方で毎週金曜日、スパツ X 対戦会、20時から行っております。であとミニの大会、四季の細道21時頃から行っております。あとは月例大会1月29日20時30分から行っております。50円、2プレイで、初心者大歓迎で、行っております。ぜひ、お誘い合わせの上お越しください。本日もありがとうございました。また来週お会いしましょう。さよなら。ご自愛やってきます。
Thank you.
はい、Okay.
ンアイ。
Yeah!
そろそろ更新を終わりにしたいと思います。いつもありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。ではでは、お疲れ様でした。